京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ21回戦の模様をお送りしてまいります。バファローズの先発は右のエスピノーザ、対するマリーンズの先発は右の菊池、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右のエスピノーザ、これが20試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは高部。第1球投げた、初球空振り。第2球投げた、ボール。投げた、アウトコース低め空振り。第4球を投げた、打った、ファウルボール。次は5球目、ボール。第6球を投げました、打ちました。次は7球目、投げました、アウトローの直球はボール。投球これから8球目、打ちました。1、2塁間への当たり、義母取った、1塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは幕張のユーティリティ藤岡。第1球投げました、打った。さあ、次の投球投げました、インコースのボール左へ、ファール。第3球一つ外した、ボール。投げました、縦のスライダー、ボール。第5球投げた、インコースのボール左へ、スタンドに入りました、ファール。十分にご注意ください。投げた、ツーシームはボール。第7球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた。藤岡、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番岡、初球空振り、146キロストレート、一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。さあ、次の投球投げた、ボール。投球はこれから3球目、決まった、ストライク。第4球は打ちました、ピッチャー返し、抜けた、センターからサードへ、岡、ナイスバッティングです。バファローズ先制のピンチを迎えます。バッターは指名打者ポランコ。第1球投げた、ボール。投球これから2球目、2球目空振り、投げました、打ったに当たりだ、ボールはライナーでライトへ、掴みました、藤岡。打球を確認して三塁へ向かう。バファローズなおもピンチが続きます。バッターは5番佐藤。第1球投げました、初球空振り。第2球ランナースタート、投球ボール、ボールを2塁、2塁はセーフ。ランナーを2塁に進められてしまいました。さあ、4球目、ボール。第5球投げました、ストライク。さあ、6球目、胸元外れてフォアボール。これで塁が埋まりました。バッターは6番山口。第1球投げました、ボール。まずはアウトロー。第2球外角見送ってストライク。第3球を投げました、縦のスライダー空振り。追い込んで投げた、高め、空振り三振。リプレイをご覧ください。エスピノーザ、ツーアウト満塁のピンチでしたが、なんとか切り抜けました。バファローズまずはゼロに抑えました。右の菊池、今シーズン初のマウンドに上がりました。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは福田。
投げた、膝元、カットボール外れてボール。投球これから2球目、スプリットはボール、内角へ。第3球を投げた、スプリット見送ってストライク。第4球は4球目、空振り。次は5球目、外角高め、際どい球、ボール。投げた、打ちました、レフト方向へ持っていきましたが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、義母。第9投げた、ボール。第2球投げました、2球目空振り。投げました、ボール。第4球を投げました、スプリットはボール。第5球投げました、カットボール見送ってストライク。第6球を投げました、打った、山口、ボールを取る、ベースカバーに入る、菊池取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番、西川。第9投げた、初球から打ってった、レフトへの打球、レフト落下点、掴んで、これで3アウトになります。菊池、今日は無難な立ち上がりです。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。トップバッターは池田。第9投げた、外れた、ボール。投げた、高めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、アウトロー、空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。さあ4球目、ストライク、空振り三振、2者連続三振。バッターは8番、小川。第1球投げた、1球目ストレート、空振り。1球目空振りから第2球投げました、ボール、インハイへ。第3球を投げました、打った、痛烈な当たり、レフトへのフライダー、レフト交代、ワンバウンドヒットになる。打ったバッター一気に二塁へ向かう、小川、ツーベースヒット、バファローズ先制のピンチを迎えます。さあピンチで迎えるバッターは友杉。第9投げました、初球打ち流した、スタンドに入りました、ファール。第2球投げました、ストレートはボール、高め。第3球を投げました、ボール、内角低め。第4球を投げた、縦のスライダー、ボール、インローへ。投球これから5球目、打ちました、ボテボテのサードゴロ、サードから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。バッターはトップに帰って高部、打ちました、初球打ち、内野ゴロ、ショートこれは守備範囲内、アウト。3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。エスピノーザ、ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。バッターは猛牛の切り札、杉本。第9、これはいい当たりだ、いった、入った、入った、ホームラン。第8号先制ホームラン、左中間スタンドに叩き込んだ、初球をうまく捉えました、スタンドから出りが活力となりました。4番の一振りで先制、さあチームメイトからも祝福を受けます。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。バッターは5番、森。森友哉。第9投げた、打ちました、ファール。さあ次の投球、投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。マリーズ、ここは引っ張りに警戒します。第3球を打った、ファールボール。さあ4球目、縦のカーブ、ボール。
投球これから5球目。打った！友杉掴んだ。ショートから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH の頓宮。第9投げた、初球外れてボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、空振り。バッター追い込まれました。さあ4球目、アウトコースをつけた、ファール。投球これから5球目、打ちました。くれぐれもご注意ください。投げました、低め、スプリット外れてボール。第7球を投げました、打ちました。これは内野ゴロ。山口ボールを掴んだ。山口自分でベースを踏んでアウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは7番紅林。第9投げました、初球見送ってストライク。第2球投げた、あっと引っ掛けた、これはサード間に合いません、ファールボール。打ちました、左中間のフライ、取ってこれで3アウトチェンジ。2回が終了しまして1対0バファローズ、まずは先制しています。マリーンズ、この回は2番からの好打順、バッター幕張のユーティリティ藤岡。第9見送ってボール。第2球投げた、打った、内野ゴロ、宗取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番岡。第9投げた、インロー、直球は外れてボール。第2球投げた、アウトコース低め、ボール。投げた、ボール。第4球を投げました、ストライク。ここは1球見ます。第5球投げました、外れました、フォアボールです。バッターは指名打者ポランコ。第1打席はライトフライに倒れています。第9岡走った、投げました、外れた、盗塁を許します。ランナーを2塁に進められてしまいました。さあリプレイです。バファローズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球、投球は3球目、投げました、ストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました。次は5球目、投げた、高め、空振り三振。左バッターボックスは5番佐藤。最初のバッターボックスはフォアボール。第9投げた、ストライク。第2球投げた、打ちました、三遊間へのゴロ。ショートこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。エスピノーザ、ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって1対0です。3回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは宗。第9投げた、ボール。まずは低め。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、打った、ボテボテの当たりはサードゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番若月。第9投げました、ストレートはストライク。第2球投げました、打ちました、アルボール。第3球は打ちました、切れていきます、ファール。第4球を投げました、高めの球、見逃し三振。打順は1番に帰って福田。第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、外れた、ボール。第2球インコース低め、縦のカーブ外れてボール。
第3球を投げた、ストライク。次は4球目、投げた、インコース低め、ストライク。次は5球目、ボール。投球はこれから6球目。打った、ライト方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。バブルを結局三者凡退、無得点に終わっています。3回まで終了しまして1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは山口。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第1球、第2球、ボール。第3球を投げた、直球見送ってストライク。第4球を投げた、ボール。次は5球目、おっとすっぽ抜け。さあ6球目、投げた、インコース、空振り三振。インコースの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。投げました、打った、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。さあ投球は5球目、投げました、見送ってボール。第6球を投げた、打った。第7球を投げた、打ちました、三遊間の当たり。紅林ボールを取る、一塁へ送る、一塁アウト。これはアウトです。左バッターボックスは8番小川。第9投げた、ナックルカーブ見送ってストライク。投球これから2球目、打ちました、一二塁間のゴロ、ギボ掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。エスピローザ三者凡退に抑えています。4回の表が終わって1対0です。バブローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターはギボ。最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。投げた、さあ次の投球、投げた、カットボールはボール。第3球を投げました、インコースのボール左へ、レフトの左、アウト。追い込んでから第4球を投げました、ストレートはボール。次は5球目、ボール。第6球を投げました、147キロ直球、空振り三振。結局ボール球を振らされました。左バッターボックスは3番西川。第1打席はレフトフライに倒れています。第9球、第2球、打った。第3球を投げました、スプリットはボール、高め。第4球を投げました、空振り。第5球投げた、打ちました、レフト前進、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは猛牛の切り札杉本。第9球、直球ストライク低め。第2球投げた、インロー際どい球、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、決まってストライク。151キロのまっすぐ、追い込んで投げた、ストレートはボール。さあ6球目、投げました、149キロ直球、空振り三振。最後は空振り三振に打ち取られました。4回の裏が終わりまして1対0です。エスピノーザ降板、右の宇田川、これが24試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。マリーンズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番友杉。
最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第1球第2球投げました。あっと引っ掛けた、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。打順はトップに帰って高部、今日はセカンドゴロとショートゴロ、投げました。第2球ボール低め、第3球を投げました。3球目空振り。第4球を投げました、打ちました、ファール。第5球投げた、ボール。第6球を投げた、154キロ直球、空振り三振。バッターは幕張のユーティリティ藤岡。第1球打ちました、ファールボール。初球ファールから投げた、打った、追い込んでから投げた、外角低め、ボール。第4球を投げた、打ちました。第5球投げました、外れた、ボール。投球はこれから6球目、打ちました。第7球を投げました、打ちました、いい当たり、センターへの打球、センター下がった、ヒット。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う、藤岡ツーベースヒットを放ちました。バファローズ同点のピンチを迎えます。リプレイをご覧ください。右バッターボックスは3番岡、バファローズ一打同点のピンチを迎えています。第1球第2球流し打ち、どうだ、ファール。投球はこれから3球目、ボール、インコース低め。第4球を投げました、打ちました、これはショート正面、ショートボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。バファローズこの回ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。5回の表が終わって1対0です。5回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは森、最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第2球カットボールはストライク。第3球を投げました、打ったい当たりだ、ボールはライナーで左中間へ、ワンバウンドヒットになる。森二塁も狙う、中継、森いいバッティングを見せました。さあリプレイです。バッターは DH の頓宮、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9球ボール投げました、ボール、インコースへ。第3球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、池田バックしていった、余裕があります、掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。ランナー1人を置いて迎えるバッターは紅林、第1打席はレフトフライに倒れています。第9球ストライク。第2球投げた、ストレート決まってストライク。追い込んで投げた、ボール、外角高め。次が4球目、投げた、アウトコース低め、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは8番宗、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ストライク、まずは見送りました。第2球高め、ボール。第3球を投げた、ボール、外角低め。第4球を投げました、直球高め、ボール。第5球投げました、インコース引っ張った、ライトへ上がった、ライト下がった、ヒットになります。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、バファローズ1点入りました。2対0、宗タイムリーツーベースヒット。バファローズなおもチャンスが続いています。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあ追加点のチャンスにバッター若月、第1球投げました、ストライク。
から2球目打った、池田ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして2対0、バファローズ1点を追加しています。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは指名打者ポランコ、今日はライトフライと三振、投げました、ボール。第2球打ちました、引っ掛けた、打球はファースト後方、杉本交代、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番佐藤、今日はフォアボールとショートゴロ、投げました、縦のカーブ、ボール。まずは低め、第2球投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、低め、外れてボール。第4球を投げた、見送ってボール。第5球投げた、打った、1、2塁間へ、あっと弾いた、取れない、ギボ、今拾った、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番山口、ここまで2三振といいところがありません、ボール。さあ次の投球、投げた、決まった、ストライク。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、ストレートはボール。投げました、外角高め、空振り。第6球を投げました、低め、空振り三振、バットが空を切りました、宇田川、最後は空振り三振で仕留めました。6回の表が終わって2対0です。菊池降板、マウンド上ピッチャーは中村、これが16試合目の登板。バファローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。バファローズこの回1番からの好打順になります。トップバッターは福田、今日はレフトフライとライトフライ、投げました。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、インコース高め、外れてボール。第4球を投げた、外れた、ボール。投げた、打ちました、友杉、取った、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番ギボ、今日はファーストゴロと三振、投げた、ボール。投げました、インコース低め、空振り。投げました、ストライク。追い込んでから投げました、カーブ、見逃し三振。バッターは3番西川、第1球投げました、ツーシームはボール。さあ次の投球、投げました、ツーシーム、空振り。第3球を投げた、見送ってボール。第4球はボール。次は5球目、投げた、打ちました、これは内野ゴロ。藤岡ボールを取る、一塁へ送る、セーフ、一塁はセーフ、記録はヒット、記録はヒットです、初安打。バッターは4番杉本、一塁タッチセーフ、投げた、ストライク、変化球にキレがあります。初球空振りから第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げました、アウトサイド直球はボール。第5球投げました、空振り。さあ6球目、ランナースタート、三振。中盤まで終了しまして2対0、バファローズこの回0点に終わっています。宇田川降板、右の山崎、これが25試合目の登板。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。ゲームはこれから終盤に入ります。先頭バッターは池田、今日は三振とショートゴロ。第1球、第2球投げました、低めの変化球、ボール。第3球を投げました、3球目空振り。さあ4球目、外れた、ボール。第5球投げました、打った、痛烈な当たり、ボールはライナー掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター代打の神様、角中。
第9ボール、まずは低め。第2球投げた、打った、ファール。第3球を投げた、ストレートはボール。次が4球目、投げた、高速スライダー、ボール。第5球投げた、打ちました、胸下がっていった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番友杉、今日はサードゴロとショートフライ。第9初球を打ちました、レフトへのフライになった、取ってアウト、3アウトチェンジ。満員の京セラドーム大阪、ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。7回の裏、バファローズラッキーセブンの攻撃に入ります。この回のトップバッターは森。第9ボール、第2球投げた、打ちました、ピッチャー返し、抜けた、森いいバッティングを見せました。バッターは指名打者頓宮、今日はファーストゴロとセカンドフライ。第9初球空振り、投球これから2球目、ボール。第3球はボール。第4球を投げました、インロー空振り、追い込んで投げました、追っつけた、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げました、インロー空振り三振。バッターは7番紅林、今日はレフトフライと三振。第9投げました、ボール。さあ次の投球、投げました、見送ってストライク。第3球を投げた、打った、これは強烈、さらに伸びていく、レフトを見上げた、ホームラン。第15号ツーランホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。リプレイをご覧ください。バッターは8番宗、今日3打席目。第9投げた、初球すっぽ抜け、ボール。第2球ボール。第3球外を際どい、ボール。第4球を投げた、4球目ストライク、ここは1球見ました。次は5球目、投げた、流し打ち、藤岡掴んだ、サードから1塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番若月、今日は三振とセカンドゴロ。第9投げた、ボール、まずは低め、投げました、空振り。第3球を投げました、ツーシームはボール。次が4球目、投げました、インロー際どい球、ボール。次が5球目、投げました、5球目空振り。第6球を投げました、打ちました、センター落下点、掴んで、これで3アウトになります。7回までが終了しまして4対0、バファローズこの回2点を加えています。山崎降板、ベテラン山田、これが21試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあここは守備を変えてくるようです。ピンチヒッターは藤原。第9カットボールはボール、まずアウトコース低め。第2球投げた、カットボールはボール、投げた、打ちました、ファールボール。バファローズここは引っ張りに警戒します。打った、流し打ち、三塁線破った、藤原二塁を狙う、藤原ツーベース、チャンスをものにできるか。第9投げた、初球外れてボール。第2球投げた、2球目ストライク、
第3球を投げた、打った、ピッチャー、ピッチャー返し、アタッチ、ボールを掴んだ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。代打は愛。第1球投げました、見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ストレートはボール、アウトローへ。第4球を投げました、打ちました、ファール。次は5球目、投げました、打ちました、打球はサードの左、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは DH のポランコ。第1球投げた、ボール。バムローズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた、見送ってボール。第3球を投げた、空振り。第4球を投げた、ストライク、膝元厳しい球でした。第5球投げた、高速スライダー、ボール。第6球を投げました、外側いっぱい、見逃し三振。8回の表が終わって4対0バファローズ、4点リードは変わりません。中村降板、マウンド上は覚醒した男早川、今日3人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。バファローズ、この回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは福田。第9球、さあ次の投球投げました、カーブ見送ってストライク、追い込んでから投げました、一つ外してボール。投球これから4球目、打った、抜けた、福田ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。バッターは2番ギボ、今日はここまで3打数ノーヒット、2三振、タッチはセーフ、真ん中ストライク。1球目空振りから、第2球内角、ボール。第3球打ちました、第4球を投げました、スリーバントだ、ピッチャーの左へ転がした、サードから一塁送球、アウト。スコアリングポジションにランナーを送ってきました。ワンアウトランナー二塁に変わります。バファローズ、さあチャンスをものにできるか。第1球二塁へ牽制を送ります、二塁タッチセーフ。第2球投げました、直球空振り。投球はこれから3球目、ボール、インコース高め。振り返って二塁牽制球、タッチはセーフ、二塁はセーフ。投げた、低め、外れてボール。投球これから5球目、空振り。さあ6球目、高め、空振り三振。高めの変化球にやられました。バッターは途中から入っているトーマス。第1球投げた、初球はストライク。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。第2球投げた、打った、右中間へのフライ、取ってこれで3アウトチェンジ。早川やりました、マリーンズこのまま勢いをつけたいところ。山田降板、右のマチャド、今日5番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。さあいよいよ最終回、先頭バッターは佐藤、ストレートはボール。第2球投げた、決まってストライク。第3球を投げた、空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、低め、ボール、抜けました。第5球投げました、低め、際どい、ボール。投球はこれから6球目、ここはフォアボールになります。フォアボールでノーアウトのランナーを出しました。バッターは代打荻野。第1球投げました、インコース、外れてボール。第2球投げました、2球目空振り、少し意識しすぎたか。一塁へ牽制球を送ります、タッチセーフ。第3球ボール。第4球は4球目空振り。1
一塁牽制、一塁タッチセーフ。第5球投げました。膝元へズバッと決まって見逃し三振。バッターは7番池田。第1球投げた、内角高め、外れてボール。投げた、2球目空振り。投球はこれから3球目。インコース引っ張った、切れていきます、ファール。投球これから4球目、外れた、ボール。投球これから5球目、内角低めいっぱい、見逃し三振。バッターは8番角中。今日2度目のバッターボックス。第1球初球打った、ギボ下がった、落下点で構えます。ギボ掴みました、試合終了。バファローズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように4対0バファローズ勝利しました。勝利投手は宇田川、敗戦投手は菊池、バファローズ全員で勝利を呼び込みました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で京セラドーム大阪からお伝えしました。